はい、ミノルタの、V2 という、レンズシャッター式のレンジファインダー機ですね、ご紹介します。はい、最速2000分の1秒まで切れるという、世界的にも非常に珍しい、レンズシャッター機になります。1958年に出ました。はい、非常に古いカメラですね。まずフィルム室の開け方、この横にある、上にあるピンですね、ここです。これ開けていただくと、開きますので、はい、これでフィルムを装填してあげればいいと思いますね。ここの差し込み口に切り込みがあって、白くなっていますので、中が、分かりやすいと思います。で、ここ見ていただければ、いいと思うんですけれども、差し込み口のところにちょっと黒い、突起がありますね。フィルムには全部上下に穴が開いてますね。はい、こういう穴が開いてるわけですけれども、この穴を先ほどの黒いところに引っ掛けてあげれば、失敗なく巻き上げることができますので、このカメラに限らず、大体そういうふうになっていますから、装填の際、初心者の方はちょっと意識して装填していていただければというふうに思います。はい、で、フィルム入れていただいて、このピンなんですけれども、手で戻してあげてください。このように。もうね、数年経つと、ここにはバネが入って、自動的にポンと引っかかるようになるんですけれども、それでも、やはり今一度、目で確認して、手でしっかりと押さえてあげてください。もう半世紀前のカメラですから、そういうバネに頼るよりも、やっぱり目視確認ということを忘れないでください。不用意にポンと開いてしまったりすることもありますので、ご注意いただければというふうに思います。で、ミノルタのカメラ、一眼レフにもあるんですけれども、このように、このフィルムの蓋のところに、こういう丸いプレートがあります。これは何のためにあるかと言いますと、フィルム感度を設定するためです。何も中に機械的な意味はありません。飾りです。つまり、入れたフィルムの感度は何だったのかということを忘れないために、このような、ダイヤルがついているわけですね。回していただいて、設定して、はい、それで終了です。はい、飾りです。はい、お好みで使われたらいいかというふうに思います。はい、で、次は露出の設定です。これは完全フルマニュアル機です。露出計などは搭載されてはおりませんので、単体のこういった露出計を使って、手動で設定するんですね。アーサ100のフィルムでしたら、まずこの先頭のダイヤル、はい、例えば125分の1秒に設定してあげる。はい。で、次にその奥にあるのが絞り値ですね。絞り値をここで設定してあげる。はい。あとは、ファインダーを覗きながら、ここの一番奥にある黒いダイヤルを回して、二重画像を合致させてあげれば、あとは巻き上げでシャッターを切れば、それで OK ということになります。はい。で、セルフタイマー。これはもう注意してほしいですね。このカメラでもよく壊されてるんですけれども、この赤い、ピンになりますね。巻き上げて、セットして、切っていただければこのように走るんですけれども、この横を見てください。はい、X と M という、非常に分かりやすく大きな数値になるんですけれども、このセルフタイマーを使う場合は必ずここが X になっていること。確認してください。これ M になっていますと、入りません。はい。絶対に入らないです。大人の方でして、ちょっと力の強い人でしたら、バリバリっといってしまったりするんですね。しかし、これご注意ください。もうちょっとそれは治りません。シャッターユニットの中でちょっともう、打ち込まれているようなものになっていますね、このストッパーは。必ず X にして、セルフタイマーをセットすること。これは、もう絶対的な注意として、この時代のカメラを覚えていただければいいと思います。この切り替え、スイッチは何かというと、ストロームの種類によって切り替えるんですね。X、M。X というのは、今でも使われている常時発光の、ストロボというふうに考えていただいて結構です。で、M というのは、その M 級バルブというのがありまして、マグネシウム級なものをですね、傘のようなものに取り付けて、ボンと一回発光させれば、もうそれで使い捨てと。いうふうなものがあったんですね。照明器具としての種類が違いますから、発光のピークが違いますから、タイミングが、そのシャッターを切れるタイミングとですね、合わすためにここに切り替えスイッチがあるんですね。はい。
ですから、まあ、セルフタイマー使わないときは、まあ、あえて M にしておくのが安全です。なぜかと言いますと、このようにカメラ使いますから、まあ、不用意に入ってしまうときとかあるんですね。で、そうするとシャッターを切ったときにセルフタイマーが走り出したりするときがありますので、もう使わない場合はもう通常 M にしておいた方が、もうそれ入りませんので、シャッター周備が当たっても安全であるというふうに思いますので、そのように覚えていただければというふうに思います。はい。それと、ここにですね、切り込み数値があるのが、見えますでしょうか。はい。ここですね。はい。まあ、12という数字が出ているんですけれども、3つ数字が出てます。はい。ここに赤い印がありますから、この3つ出てますが、真ん中を見てくれということなんですけれども、これは EV 値です。EV 値というのは、シャッタースピードと、絞り値、この組み合わせを、数値で表したものなんですけれども、これはここに出てます。ですから露出計を見たときに、露出計というのは必ず、はい、ここに EV ってありますね。はい、こういう値もありますから、設定したときに参考にしていただければというふうに思います。はい、組み合わせの表示ということですので、この設定がどうのこうのということではございません。はい、そのようにご理解いただければというふうに初心者の方は思います。で、あともう一つ、ご注意といいますか、これがミノルタカメラの非常にいいところでもあるんですけれども、この時代からミノルタはですね、巻き上げの、機構についてちょっと他社にはない、技術といいますか、こだわりを、見せています。この巻き上げですね、だいたい180度ぐらいなんです。普通のカメラというものは。ここにちょうどエレクトロ35の GX が見てみましょうか。はい。だいたいこう来たらですね、そうですね、180度もないですよね。はい。で、これぐらいのだいたい巻き上げる、角度なんですけれども、どのカメラも。この V2 を見ていただきますと、深いですね。非常に深いんです。はい。210度ぐらいあると思います。で、さらにですね、違うのは、巻き上げ切らなくても、でもこの辺まででも、レバー戻ってくるんです。はい。当然切れません。はい。で、もう一度いきます。止まりましたね。はい。余り色の分が全部巻き上げられたということですね。これでシャッターが切れます。これ分割巻き上げと言います。はい。ダブルストロークというんですね。そういうことができるようになってあるんです。なぜこういう仕組みになっているかというと、フィルムを巻いていくうちにですね、どうしても、巻き上げていくために重たくなっていくんですね。ですから、操作感上の問題です。はい。できるだけそれを軽くする。操作感がいいですよね。あと、部品にも負荷がかからないということを考えたときに、やはりなるべく、可能な限り、この巻き上げ間隔というのは、その巻き上げの角度というものは長い方がいいわけですね。かつ、使っている人にですね、間違いがないように、1回だけではなしに、このように分割で、負荷なく巻き上げるようなことができれば、いいということでですね、非常にこだわった、作りになっています。これ知らないでですね、結構この辺まで巻き上げて、切れないとこう無理にやる人多いんですね。で、もう一度巻き上げるときにこれ止まりますから、もちろん。ここで戻していただいて、シャッター切っていただいたらいいんですけれども、まだ途中だということで、バリバリバリッとこう行ってしまったりとかですね。そういうふうな形で破壊されているカメラ、少なくありません。ミノルタのカメラ。ですから、そういうふうに、ご理解していただいて、ミノルタのカメラというのはこの時代、非常に巻き上げ角が深く、ダブルストロークが可能になっているということが一つの、これは魅力ですので、もしご存じない方はですね、再認識していただいて、注意して使っていただければと、はい、いうふうに思います。非常によくできたカメラだと思います。はい、この、そうですね、あえてあと、ご注意していただきたいことがあるとすれば、この青字になっている1000分の1秒、そして赤字になっている2000分の1秒ですね、もうこのカメラの売りですね、レンズシャッター切れ、このようなコースが切れるということなんですけれども、1000分の1秒というシャッタースピードに設定したときは、このシャッターバネは、全開しません。
1000分の1秒の場合は F4 です。つまり F4 ぐらいの広さまで広がってまた閉じるということです。2000分の1秒の時は F8 です。 F8 ぐらいの広さまで広がってまた閉じるということです。ですから前回の1000分の1秒2000分の1秒ではないわけですね。もう一度言いますと、1000分の1秒の場合は F4 ですから、絞りは F4 よりも、開放にすることはできません。はい。意味がないわけですね。2000分の1秒の場合は、F8 以上の、明るい、絞りというものは設定できないわけですね。まあ、設定できまでしても意味がないということです。これで、まあ、なんだと、いう方もおられるんですけれども、カメラというものをその写真を撮る実用機で考えたときに、例えば、まあ、フィルムを入れてですね、1000分の1秒、2000分の1秒でですね、そんな開放で撮るような写真というものは、特殊でない限りありえないんですね。やはりある程度絞り込んでからのやはりレンズということになりますから、F5.6、8、までですね、別にそのシャッターバネが全開しなくても実用的にはむしろ何の問題もないというふうに考えていただいていいと思いますね。これは写真撮っている方でしたら理解していただけると思います。はい。ですから、まあ、無理な操作をすることはないんですが、ないと思うんですけれども、1000分の1秒、2000分の1秒というシャッターで、シャッターバネが全開しない、壊れているということではなくですね、それはもう正常な動作ですので、そのように覚えていただければというふうに思います。はい。このカメラは当時でも、レンズシャッター機で1000分の1秒、2000分の1秒切れるということで、世界にもなかったと思います。この後、V3 というのも出てきてですね、さらに高速が切れるような仕組みのものも出てくるんですけれども、このミノルタの、シリーズだけだと思います。はい。他にALとか A5 とか、全開で1000分の1秒を作るカメラもですね、もうこの2年後、3年後にも出してくるミノルタですから、非常に技術を持っていた、メーカーだと思います。はい。いいカメラです、これは。クラシックカメラに堂々と入れてもらえるカメラだと思いますので、もしお力ありましたら、今、ちょっと喋、らせてもらったことを確認していただきながら、使えるのでしたら大事にしていただければというふうに思います。レンズは、ロッコール PF45mm の F2 という非常に明るいレンズがついています。はい。旧ロッコールの非常に自然な発色で、いいです。はい。私は好きです。はい。もし、お手にすることがあれば大事にしていただければというふうに思います。はい。ミノルタの V2 でした。以上です。